どうも斉藤紳士でございます。さあ、去年のね年始にやりました、本棚を紹介してですね、来年の本棚とどう変わっているかという企画をですね、今日もやるんですけれども、今年もやるんですけれども、ちょっとね、正直言いまして、スペースの方がなくなってしまいましてですね、ちょっと今本棚の方を2段にとか2つの場所に分けていますので、簡単にこちらはですね、紹介して、もう一つの方の本棚とは言えないんですが、本を置いている場所に、ちょっと行きたいと思います。まずこちらさらっとね、ほぼほぼここにあるものは、昨年紹介した、ものと変わりないと思います。ね、青山七重さんから始まりの、赤染明子さん、それから浅吹真理子さん、東博樹さんのゆるく考えるとかね、安倍一茂さん、アメリカの夜、グランドフィナーレ、安倍工房の壁、第4鑑評機、砂の女、箱男、スティルライフ、100年ドルの、多分ね、これ去年と全く一緒です。はい。今年購入したもので言いますと、多分ですけども、今村夏子さん、紫のスカートの女とかね、あとは、萩原朔太郎刺繍も今年買いましたね、多分ね。それ以外はだいたい去年からあるものだと思います。夏の闇は今年かな。あとはね、昨年の動画と一緒なので重複するのでちょっと割愛します。はい。2段目ですね。作具ちゃんの白口。ここら辺も多分ね、昨年と一緒で、今年購入したものとしては、高瀬淳子さん、犬の形をしているもの、ぐらいですかね。大体はちょっと今まであったものがそのままあるような形だと思います。はい。改良等の春子さん、春子さんってことはないですけど、等の春子さんは今年買いましたね。中村文則さんとかもね、ございますけども、今年購入したということではないと思います。はい。はい、3段目ですね。美徳のよろめきは今年かな。買ったのは、そうですね。あとはずっとあるものだと思います。はい、ずらっとね、あります。去年と変わり映えがないというところなので、ここはもうさらっと見ていただくという。おみ女は今年かな、吉村万一さんのね、という感じでございます。はい、場所を移動しましてですね。実は私これは、机なんですね。机の前に、スペースがあるのでそこに置くようにしております。人間の建設、雪国あたりはこの間購入したとこですね。それから、ここら辺は今年買ったもので言えば千葉雅也さんは今年買いましたね。それから新庄光さんの狭小邸宅もこの間買ったもの、全部ここら辺はこの間買ったものですね。ガルシア・マルケスの予告された殺人の予告、記録、ごめんなさい。それからハレルヤ、そうですね。はい。そしてこっちになります。はい。これですね、浅吹真理子さんの流石から始まりまして、ここら辺も今年、磯田光一さんは今年ですね。はい、どちらも江藤淳さん、成熟塗装室、夏目漱石決定版なんかもひょっとしたら今年だったかな。大江健三郎、もうちょっと増えましたかね。空の怪物アグリとか今年ですね、多分ね。海子武さんのアカデミア、メランコリアも今年買いました。伊藤計画さんなどがあったりして、小林秀夫ね、そうですね、大体こんな感じで。今年買ったものもありますかね。これですね。これ暇と退屈の倫理学は今年ですね。あとウィステリアと3人の女たちも今年購入しましたかね。こういうふうにずらっとございます。正体も今年ですね。はい。ここから夏目漱石ゾーンでございます。はい。で、今日の芸術、岡本太郎ということで。はい。そしてその裏のダンスに隠しているんですけれども、ここもずらっと並んでて、罪と罰から始まりね、千の顔を持つ英雄、
フェスト、これね、ルシア・ベルリンさんの掃除婦のための手引き書などは今年ですね。ここら辺は割と今年買ったものが多いかなというふうに思います。はい、かかとをなくしてね、などなど昨年の今頃買ったものも多いですかね。はい、ずらーっとこういうふうにありまして、ダラクロンとかも今年買いました。のりしろゆうすけさん本物の読書家もね今年購入いたしました。光あがたさんは去年のブックオフのお正月のねウルトラセールで買ったはずです確か。はいね、そして古い吉吉さんのこの道とかですね、ずらーっとございます。春樹さんもここら辺ですね。はい、こういう感じでゆうみりさんも今年かな。はい、前城太郎さんなどもございます。はい、そして三島ゾーンが続いて宮内雄介さんとかね、平野慶一郎さん小説の読み方、などがございます。ざっとこんな感じでございます。今現在私の文庫本っていうのはこういう感じになっております。来年またね、同じような動画を撮りたいと思います。来年はどうなっているのか、増えているのか減っているのか、こう動きたいということで、はい、今年は以上でございます。どうもありがとうございました。